どうも、筋肉定食のポカリスエッティです。では、始めていきます。筋肉定食のブレイクダンス講座。今日は、フックをレクチャーしたいと思います。フックという技は、フットワークの基礎になる動きとなります。はい。まあ、本当に単純な動きなんですが、突き詰めていくと深いものなのかなと思うので、ちょっと細かく教えていけたらなと思います。自分のこだわりも含めです。それでは、始めていきたいと思います。よー、お願いします。はい、それでは始めていきたいと思います。フックです。まずなんですが、基本となる体勢が、これです。ヤンキー座りです。ヤンキー座りって言うとこんなイメージかもしれないですけど、足揃えて、なんか、かかととかかとをちょっとこうくっつけるイメージですかね。で、膝を外に。これです。この立ち方が基本になります。見えるか？こんな感じです。これ基礎になります。はい。で、この状態からやりたい動き。まずは、コサックダンスってあるじゃないですか。こういうやつ。これ。あ、きつい。これの、ちょっと変形版で、足を斜め前に出していきます。足の内側をこういう風に。と、つけていくものになります。で、これ、足を出す練習になるので、スッスッスッスできるといいと思います。次は、この状態から、手をついていきます。自分は体の少し斜め後ろ、真横じゃなくて斜め後ろにつきます。胸がちょっと出るくらいです。出る感じですかね。はい。この辺りにつきます。で、そして手をつきます。したら手と反対の足をさっきのコサックのように外に出します。これをぐるーっと巻いてきて、こっちの足の足首につけます。いきます。こうです。わかりますか？ゆっくり戻してみます。ぐるーっとここに戻ってきます。素早くやると、こうです。また逆は、こうです。この足の動きのことをフックと言います。では、動きこんな感じですが、これからポイントを詳しく説明していきたいと思います。はい。では、ポイントです。まずはこの姿勢なんですが、腰を前に張ります。OK。なので、こうなったりとか、これはダメです。基本的に、ちょっと腰が前に出てるくらいがいいです。次のやつが、これさっきも言いましたが、手のつく位置です。手のつく位置が前、横だとあんまうまくいきません。どうしてかというと、腰が下がっちゃうんですね。腰が下がっちゃう。腰を張るには、腰よりもちょっと後ろに手をつく必要があります。こうですね。では次です。手のつき方なんですが、体のちょっと後ろから、反対側の手を振り上げて持ってくるんですが、振り上げて、まあ、勢いつけたときに、こっちのついてる手で床を少し、クンと押します。で、つける。ここで、クンと押して、こっち。これですね。これが結構、ブレイクダンスの基礎になってくるので、まず手のつく位置、そして手で押す。押す。そして手を入れ替える。これ大事です。次。足の動かし方なんですが、この状態から出す足の靴を限りなく遠くに回してここにたどり着いてください。まず、横に出します。そして、ぐるーっと遠くを回してここに着きます。反対もやってみます。こっから足を
横に、もしくはちょっともう後ろぐらいに出して、ぐるーっと遠くを巻いて、ここにたどり着きます。これが、足を斜め前とかに出しちゃうと、すごいちっちゃくなっちゃいます。大きく回すといいことは、まず一つ、シルエットがかっこいい。自分は結構大きいフットワーク好きなので、シルエットがかっこよく見えると思います。もう一つは、腰が自然と上がります。遠くに回、足を遠くに出すことで腰が勝手に出て、戻ります。遠くを回すイメージなので、戻った時にも腰がしっかり上がっている状態。反対もそうです。ぐるーっと回してきて、遠くにつけます。近くにギュッてやると腰が縮んじゃうので、ここも遠くに。OK でしょうか。それでは、応用です。これが、フットワークの基礎になる動きなので、もちろんこのままフットワークに行けます。この状態から、こういう風にフットワークに行ったり、または、ちょっと体反対になっちゃうんですが、こっからチェアに行くこともできます。こう巻いてきて、ここでチェア。待って、これやれば。こうですね。こういう動きもあります。今の動きは、何個か後のレクチャーでやるので、そちら見てください。それでは、8-8トレーニングに行きたいと思います。じゃあ、8-8トレーニングですが、コサックダンスは、ぜひ基礎練として、どこでもできると思うのでやってみてください。今回は、ゆっくり、フォーカンで回して、フォーカンで戻す。フォーカンで出して、フォーカンで戻す。を、フォーエットやります。そして、次のフォーエット目は、1、2、3、4、5、6、7、8。っていう風に倍速でやっていきたいと思います。ラスト1回。そう、この早くやった時っていうのは、かなり手が大事になってきます。慣れないうちは手のつく位置がバラバラになってくると思うんですが、このやりながらね、自分の、なんか、ここ気持ちいいなっていう手の位置を探してみてください。それでは曲いきまーす。いきまーす。交換です。1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8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 , 2,
足は遠く遠くまで入っていきます。ワン、ツー、スリー、フファイブ、シック、セブン、エッツー、スリー、フファイブ、シック、セブン、ここで手の位置、手の位置、手の位置意識、また腰を押さえラスト。はい、皆さんどうだったでしょうか。結構ふくらはぎと太ももがパンパンになるかなと思いますが、今の動きはこれからやる、6歩、3歩、2歩、1歩とかフットワークの大きな基礎になってくるので、ぜひ自分のシルエット極めてみてください。それでは終わります。また来